運転席には安倍晋三が座り、その助手席には公明党の山口が座っている。この大型トラックを絶対阻止しなきゃなんない。平和は戦争によっては守れないという非常に立派な本を読みました。平和は平和を追求することによってしか守れないんだ。私は強く赤線を引いておりました。それと全く逆のことを今公明党はやっているわけです。つまり創価学会と公明党というのは二枚舌で結ばれた集団なんです。その時まで皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。庶民の一人一人の小さな声を聞くという公明党であるならば、